これは。これ、嘘よね。その声、翔くん？翔くんですか？翔くん！どうして？やらなきゃならないこと。どうして翔くんが。そもそも電話に出たことないよ。一緒に食事するなんて。嘘。じゃあ、そのことはさておき、翔くんはもう大丈夫なの？あ、そうよね。夢ですよね。翔くん、違うんですよ、翔くん。家族の絆だけじゃないよ、翔くん。私の気持ちも、夢でも現実でも変わらないから。実は、翔くんのことが、じゃあ、約束ですよ。元気にしていて、一緒に帰るんですよ。そして、お父さん、お母さんとご飯食べて。何よ、ずっとタダで弁当を食べさせてるから。時には私の願いも聞いてよ。どうしても、うわ、翔くん、翔くん、翔くん、お父さん、お母さん、お父さん、お母さん。
どうしてこうなるんだよ。先輩のせいじゃない。本当、バカですね。あなたが望んでいたものは、こういう幸せですか？久々ですね、こういう感じ。
二人で見上げた秋空で星が舞い降りる。かすかな光も輝くと君はそう言って微笑む。暖かい声は今もまた僕の胸になり響く。晴れだね。おはよう、ショウ。だから、マーキー。よしよし、じゃあ行こう。3年生は忙しいのよ。いつものことだし。それより早くしないと本格的に遅刻しちゃうよ。なーに？大丈夫。いろいろかけがえのない思い出もあったけど、それは一生の宝物でもあると信じてるんだから。それに前のことなどどうでもいいよ。ショウは今ここにいる。私の隣にいる。一緒に登校して一緒に笑うことが一番大切だから。だから、焦らず、ゆっくりしててね。ショウは前のように、のんびりして、毎日過ごしていいの。
だって彼女だから。